忍者格付けです。やっていきましょう。エピックシェフ続きです。どうやる、何をするか覚えてないんですが、手をね、持ってる人と戦ってどんどん勝っていってるところだよね。で、ブロンズの人に勝負を挑んでいるところ。これは花子用だし、私もちょっとそろそろレベル上げられると思うんだよね。レベル上げたいな。よりするか。宣伝を追加か。うん、これ2つあるし使っちゃおう。ちょっと待ってよ、ボルツナを使って何かするんじゃなかったっけ。もう忘れたな。上げたいもんね。アービンのやつ開けたいな。水と星で、ファイアゴールドフィッシュでしょ。あ、ショーを入れよっか。あればよかったな。忘れてたな。洗練かけるなんちゃら。あ、なるほど。山とこれね。からトマトを入れてミルクを入れればいいか。ちょっと失敗したけど、洗練でいこう。ミルクで年齢 1.6。 完成です。こちら自分用の料理になります。エールベリントシードペーストピュアホエイ。うん、よーし。結構スープメインの感じの料理だね。普通に美味しそうなんだよね。結構いいね。ひき肉の相乗効果、バイクロプスの相乗効果ありがたい。ん、ちなみにバイクロプスの相乗効果は、あー、活力と精神か、プラス10ずつ。なるほど。あ、機械じゃない、近いと、釜抜きご飯あげよう。はい、どうぞ。よし、あと牛、ひき肉の相乗効果を知ったから、ひき肉の相乗効果達成確認したいな。人参種とセットの種も、アライスも種作っちゃおう。よし、7、よし、植えておいて。餌は今はいいかな。評判を上げるだけだよね。トーナメントとにかく勝ちまくらないといけない。あ、いたいた。うん、よしよし、ちゃんとご飯食べられたもんね、前回。よーし、カモの木行こっか。トマト一人はどこにいるんだい？アーウィンちょっと取って切ってしようかな。リンゴ、あ、リンゴも1個しかない。うん、あれ、アーウィンってそんな毎日なるわけじゃないのか。か、じゃあ切りまくるのも良くないかもしれんな、これ。しばらく放置しないと。アーウィンの種もう一個ぐらい植えた方がいいかな。うん、こっちはもう終わったし。あと
どのくらいだっけ。ブロンズの話とか気になるぞ。あ、ヤッホー。どうしよっか、どうしよっかな。バイクロプスのこれ生かしたいな。評判上げないといけないんだよね。評判上げるためにあのスナフグのやつ買いたいんだよね。結構いい感じだと思うんだよね。アーウィンの木の厚板は1枚じゃダメなんだよね多分。あ、1枚いける。よし、じゃあもう1個。うん、なんで引いて。いや、ダメって言われるんでしょう。まだ、装飾が残念ってやっぱり言ってるな。装飾なんだよな、やっぱり。装飾悪いかな。装飾悪いとも思わないんだけどな。ヤッホー、買いたいものがあるだけ。まあ、いっか。手を持ってる人、あ、ヤッホー、あなたやってない気がする。こんにちは、ガルガジロさん。お前戦う、戦う、そうだ。うん、ルール確認しよう。いえ、戦うぞ。ああ、そうだね。やけくそに見える。戦いはどうでもいい、残り物を食わせてもらえるんだ。俺は腹が減ってる。え、じゃあわざと負けてください。あげるから残り物。好みはなんだ？今日の好みは、はあ、やば。あー、活躍。活躍引きに行く。あー、これまずいな。これはいける。これをまず入れる。活力系、活力系ないんだよな、全然。リンゴが活力。あ、バイクロックス。あー、これは難しいぞ。ネズミ、ネズミ。うわ、ちょっと待って。よくやったよ。オッケー、活力ね、活力ね。活力のソース作ってこよう。これは活力のソースを作って、相乗効果引き起こして、見に行くか。牛の召喚器使って引きに打っちゃうか。こんにちは。うん。来るの面倒だし。うわ、でも1100円か。1200円は高いな。そっかそっか。うちもう一頭ぐらい呼び出してもいいんだけどね。ミルク結構素晴らしいもんね。よーし、でも場所は分かったね。肉肉引き肉。牛召喚は牛の餌さんとゴーステとかのためにはマンドラゴラとパポテとか。マンドラゴラあんまないなあ。あ、ミルク出た。肉になってもらえる？一回一回なってもらおうかな。もうちょっと増やすべきなのかな。
肉ゲットで仕方ないよ。これが生きるということなんだ。あれ、ひき肉、あ、ミルク、やーばー、そっか、ミルクが必要だったのか。あ、トマトも足りない、うむあえ、これすごい、エーテルかつお節強くプラス50って恐ろしいよ。トマトソースとすき身、圧力か。あー、これくらいならいけるね。ライスベシャメルソース、うーん、しかしな、牛乳がなくなったな。そっかあ、まあ種そんな高くないから種買おっか。うん、作るより買う方がいいのかもしれない、種は。よし、これで ポテトマンドラゴラマンドラゴラで植えようかな。これちょっと乗ってみたい、一回乗ってみよう。違う、あ、行っちゃったそんな予定じゃなかったんだよ。ああ、無駄に座った。さ、買うぞ。急げ。お店が閉まってしまう前に。よーし。ポテト。意外と高い。あ、マンドラ。うわ、意外と高い。なんか、リンゴがいっぱいあるよ。これは毎日のように取って売るのがいいかもね。リンゴまだいっぱいあるし、全部売っちゃおう。よし、これでいい。牛2頭欲しいな。今日はここら辺を整える回になるかもね。ポテトのグラグラ。あー、育つの早いね。素晴らしいね、この場所。ほんと、この農場は素晴らしいよ。ポテト、あ、あれ。ポテト、マンドラゴラ。ポテト、トマトを取った。あ、トマトもちょっと足りないぞ。あー、ちょっと分かりやすいなら分かりやすいように4つずつ並べるとかにした方がいいね、これ。ただよく分かんなくなってるよ。トマトの種がこれ必要だな。ソースのためにトマトの種使いたい、トマト使いたいんだけども、並べた方がいいね、こんなめちゃくちゃじゃなくてね。忘れないようにしないと。アーウィンはまだなってないよね。お、なってる。あと、ここを取りまくって売ろう。そこに乗っちゃうんだよなぁ、リンゴは。で、いっぱいいっぱいになりましたが、いっぱいになったな。いっか、売り行こう。皮抜き、こうやって召喚するためになんか時間、あ、じゃなくてポイントを使ってるのかな、スタミナ。ひょっとして、お金ためだな。いよいよって感じがするね、こういうゲーム。基本はお金ためだからね。ジジャス、あー、もうダメか。結構明るく見えるけど、もう遅いんだな。あ、でも15分か。もう1日やるにはちょっと長いな。微妙なところ。
お、あれどうしよう、レベル上げよっか。あ、ここも空いてないでしょ。もうそうだよ、しまった、やることがなくなってしまった。あ、釣り、うん、釣りでもする。そんなにね、カニはいらないからね。ゴールデンフィッシュにしよう。あー、カニ、あ、はい、あん、よいしょ、あ、オッケー、ゴールデンフィッシュですね。ゴールドフィッシュか。もう一回、一回ゴールドフィッシュ釣っておこう。てか、もう一回どころか、ちょっと釣っていいかな。釣れるし、お、ワンショーンが釣れたね。ショーンには見えないんだけどね、これね。うなぎ、うなぎだよ。ゴールドフィッシュを釣って、カニを取って、で、カバの木にある程度渡しておこう。あ、ポテトいっぱいあったやん。なんだい。売るものをここに入れておこう。カバの木の中は基本的に忘れるなぁ。あの木のサドルバッグは基本的に売るものを入れておく場所にした方がいいかな。よったら、それだとね、忘れないよなぁ。うわ、残りどうしようかな。今回は何もない回になってしまう。まあそういう回も大事よね。レベル上げとかにも変わってくるし。あ、トマトあった、トマトあった。あ、トマトいっぱいあるじゃないか。もう一個ぐらいトマトを植えておこう。おかん箱やっぱ忘れるね。あ、牛の餌作れたな。アービンの木、アービンの木もう一個作っとこう。よし、トマトを植えて、ここトマトやったよね。で、アービーの木をもう一個、こっちに、はい、これ落ちるかな。ここの上に落ちるかな。またここがね、わかんないんだよな。スコーリムさんにいろいろ教えてもらって、一人でゴルフして、夜遅いので帰りましょう。あ、はい、眠いね。よいしょ、寝ましょう、寝ましょう。今日はゆったりの一日でした。おやすみなさい。また次回よく動こう。